ニコラ・トゥルニエ1639年頃はフランスの画家である。1619年から1626年の間はローマで働き、バロック絵画の形成に大きな影響を与えたカラバッジオの絵画のスタイルに影響を受けた画家の一人となった。ブルゴーニュの当時、モンベリアル伯領のモンベリアルに生まれた。父親はブザンソン出身のプロテスタントの画家であった。 1619年にローマに移ってきて、1612年からローマで働いていたバランタンド・ブルーローニュの弟子になったとされる。すでにカラバッチをは没していたが、そのスタイルを継承したバルトロメオ・マンフレディラから影響を受けた。1626年以降、南フランスに移り、1632年からはトゥールーズで活動した。トゥールーズのサンテチエンヌ大聖堂の 十字架効果やナルボンヌ聖堂のトビアスと天使などの作品で知られている。ありがとうございます。